はい、どうもこんにちは。ブレブレゲームスへようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。結局前回の動画からも遊び続きまして、プレイ時間が160時間に迫っています。全ジョブレベルをマックスにする過程で全てのジョブを遊びました。皆さんは幻術師なんか触ったことありますか？現在は全てのジョブレベルがマックスで100レベルにしました。今回の動画はジョブレベルと経験値効率のお話、また最終的な感想について少し語っていきたいと思います。ブレブレゲームスではゲーム紹介と攻略動画を上げています。高評価とコメントもお待ちしております。では早速本編いってみましょう。まずはアリズンのジョブポイントについてです。ジョブポイントの 50% をアリズンが取得、残りを他のジョブで山分けします。かなり効率が良いように見えますが、アリズンのジョブランクがマックスでも仕様に変更はありません。つまりアリズンがジョブランクマックスの状態で戦闘すると、単純にジョブポイントの 50% を捨てていることになりますね。また明確に確認したわけではないですが、他のジョブのいずれかがカンストした状態でも一つずつに分配されるジョブポイントは変わらない気がしました。例えばですけど、最後に幻術師だけがジョブランクがマックスじゃない状態で残っていたとします。その状態でアリズンをプレイした際は 50% がアリズン、もう 50% を幻術師が取得してほしいですよね。体感としてはそうではなく、 50% の分配される値については変わっていない気がしましたね。いやいや、ブレブレ間違っているよ。カンストした分はちゃんとカンストしてないジョブに入っているよということであれば、コメントで教えてほしいです。まあ、ちょっと自分はね、もう試せる環境がないといった感じですね。ただ戦闘向きじゃないジョブ、特に幻術師のジョブランクを上げるときは重宝する方も多いと思います。もしくはアリズンをプレイすることで苦手なジョブについても勝手にジョブポイントが上がっていきます。ただ少なくともアリズンをプレイすることでアリズンのジョブレベルがマックスな場合、カンストした分は 50% ドブに捨てているようなものなので、直接上げたいジョブを上げるのが一番効率が良いです。幻術師をプレイした方ならわかると思いますが、本当に幻術師は戦闘ができません。スキルについても使い勝手が悪いので、せめて明治ぐらいの通常攻撃は欲しかったなと思いますね。唯一ポーンの攻撃力を上げるお香が使いやすかったです。戦闘に全く参加できないわけですから、もう少し味方を援助するスキルだったり、強力な幻覚を見せるようなスキルがあってもよかったんじゃないでしょうか。最悪ネクロマンサーというわけではないですが、死体を操るみたいな感じでもよかったと思いますね。少し話が逸れてしまいましたが、ウォーリアーとかアーチャーなど戦闘するのが苦手な方でも、とりあえず戦闘できるキャラであれば直接ジョブをプレイした方が効率よくジョブランクを上げることができます。特にウォーリアーなんかは対ボス戦ではめちゃくちゃ強かったですね。とはいえ、マーチャー、シーフ、ソーサラ、アリズンと比べると、ウォーリアーとかファイター、アーチャー、幻術師なんかはとても効率がいいとは言えないので、全体的にジョブポイントを割り振りたいときはアリズンをプレイするのがいいのかもしれませんね。おすすめしたい経験値稼ぎは火山島宿営地ですね。敵の多さも考えて夜に出発することをおすすめします。まずはメデューサの弓で出て右側の盗賊を狩り尽くしますね。メデューサの弓を使うことで効率よく狩れますし、1体あたり2700ぐらい経験値を稼ぐことができます。これね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。暗くて分かりづらいと思いますが、頭を狙うとね、結構ダメージ入るので、できるだけね、頭部を狙うようにして弓でね、手動で狙ってください。自動だとね、どうしても胴体に行っちゃうので、まあ手動でね、狙って狩り尽くした方がダメージ効率が良いですね。はい、では盗賊を狩ったらそのまま少し奥に歩いて走っていって、そうするとね、まだ盗賊が戦っていると思います。そしたらね、また弓を使って狩り尽くしましょう。ここにね、もしかしたらサイプロクスとか他のボスがいることもあるので、まあそういった時はね、経験値美味しいですね。めちゃくちゃこだわりたいのであれば、ポーンに対してウェイトを使うことで何もしなくなるので、メデューサの弓でね、狩り尽くしてもいいと思うんですけど、まあそこまではね、していないですね。とにかくゴブリンとか盗賊とか人型に対しては弓でね、狩ると経験値がとても美味しいです。特にね、この火山島近くの盗賊はめちゃくちゃ経験値が高いですね。余裕があればアイテムを拾っておきましょう。では盗賊を2ブロック分倒したら、さらに奥に進んでいきます。ここでね、マジックアーチャーに切り替えておくと戦闘が楽になりますね。ここからはトカゲの処理になります。弓だとね、どうしてもダメージが通らないので、手っ取り早く無人とかで
トカゲを処理するのが効率が良いですね。まあ、もしくは店名でもいいですし、まあ、人によってはね、ここ効率いいスキルは、まあ、各々ね、好きなスキルがあると思いますので、効率よくね、トカゲを倒せればいいと思いますね。ここだけで固定ではないと思いますが、トカゲが4体いると思います。これをね、効率よく倒していきましょう。まあ、できればね、こうやって耐性がある装備をこき込んでおくと、トカゲに攻撃されてもひるむことはありません。ではリザードマンを4体倒しましたら、普通のメデューサの弓で雑魚敵をね飼っていきます。人型のゴブリンみたいなやつですね。ちょっと見えにくいと思いますが4体いると思います。これで終わりですね。あまりゴブリンは強くないですが、メデューサの弓で2000入るのでめちゃくちゃ美味しいです。ゴブリンのエリア抜けると上にゴブリンが1体で、右側かな、右側にももう1体いますね。多分左か右にもう1体いるので合計3匹いると思います。これで3匹目ですね。倒しちゃいましょう。まあ、これも1900ちょっと経験値が入ります。戦利品は角ですね。そうしましたら奥の方にハーピーの、氷板みたいなやつがいるので、これもね倒しちゃいます。弓で手動で狙うと頭だとクリティカルヒットみたいになって、結構2発とかで倒せる時もあるので簡単ですね。倒し終わりましたら少し崖を登ると、またゴブリンが4匹かないるので頭を狙いましょう。まあ、2発ぐらいで倒せると思いますね。はい、これで処理が終わりました。4匹いますね。ではここの拠点に入っていきます。まあ、発掘現場ですね。一応ここの雑貨屋で刹那の秘跡を買いだめすることもできるので、まあ1個とかね、買っておく余裕があれば買っておいた方がいいと思いますね。あとは素材を売るのもいいと思います。ジョブポイントを稼ぐだけであればベルンワースとか宿場町とかでいいと思うんですけど、素材がね結構高く売れるので火山島おすすめですね。そうしましたらここ抜けていって下まで降りちゃってください。でこの柱右に抜けていきます。そうすると奥の方に扉があるので、ここですね、こちらから出ていきましょう。これでぐるっと回る形になりますね。まあ、このゲームは3日間、時間が経つとリポップするんですけど、まあ、それをねやってると効率が悪いので、一旦こちらから出てこちらの敵も一掃して火山島に戻って3日待ってもう一回出発という感じにしています。操作で回復もできますね。ではこちら進んでいってください。まあ、めちゃくちゃ暗いですけどね。左の方にドレイクがいることもあります。まあ、ここ結構ボスが出るので、まあ全然素材とかも集まりますね。右の方にリザードマンが出てくると思います。これですね、これを倒しちゃいましょう。倒し方はお任せしますが、無人をぶっ放すのが一番効率いいかなと思いますね。そしたら左の方にボスがほとんど空いています。まあゴーレムの時はちょっと無視するんですけど、キマイラとかドレイクの時は倒しちゃった方が結構うまいですね。先に周りのリザードマンとかめちゃくちゃ美味しいスライムなんかも湧いていますので、そちらの雑魚敵をまず倒してからキマイラとかねボス戦に挑んだ方がまあ事故はないかなと思います。はい、では雑魚敵の処理ができましたので、ソーサラのギャザリングフレアをヘビに付与して弓でパスパス打っていきます。まあ、ヘビがね一番効率よくダメージが入る気がしますね。本当はライオンの頭の方が入るのかな。でギャザリングフレアでめっちゃ減りましたね。あとはヘビをねひたすら撃ち続けます。めちゃくちゃダメージ入りますね。でメデューサの意味でできるだけ最後、ちょっとポーンがねやっちゃったんですけど、まあもしも弓で処理できたら3万ぐらい経験値が入りますね。でこれがスライム、めちゃくちゃ美味しいです。1体で3510、ジョブポイントは83とか入ります。あ、101レベルになりましたね。そうしましたら崖の下をそのまま火山島宿営地に向かって走っていって大丈夫です。道中にはリザードマンのほか、先ほども紹介したスライムなんかがいます。エンチャントされてる状態のメデューサの弓で2発で死にますね。かつ経験値が3500と超美味しいです。まあ、めんどくさいので、まあ、スライム以外は、まあ、秋湯でねマジックアーチャーで処理した方が簡単かなと思いますね。素材もね拾っておきましょう。結構高く売れますね。黒い鱗で400とかだったかな。でめちゃくちゃ経験値というかお金が稼げるのが先ほどのスライムから出る溶液ですね。1個500円とかします。
はい、ではね、先を進んでいきましょう。リザードマンとかね、いますね。まあ、弓だとね、全然硬くてダメージが通らないので、まあ、やっぱマジックアーチャーで処理するのが一番簡単かなと思います。ボーン、無人ですね。はい、では行きの時にあった橋の下ですね。スライムとかが確定で湧きます。3体いるかな。まあ、ここに1体と、ここにも1体いますね。あ、2体ですね。まあ、3体の時もあると思います。そうしましたら崖を登れるとこがあるので、ここから登って橋を渡って戻っていくという感じですね。昼間だと復活していないんですけど、リザードマンが復活しているので、これをね倒しちゃいましょう。まあ、無人で倒すのが効率いいですね。これ倒しちゃってください。では来た道を戻っていきまして、火山島宿営地に戻っていきます。道中はリザードマンがね結構復活していたり、まあ、どっかから消えるのかちょっとわかんないんですが、何匹かねいるので倒しながら進んでいきましょう。3から4匹とか5匹いる時もあったと思います。ではスタミナ回復してまた戻っていきましょう。めちゃくちゃ敵がリポップしていますね。まあ、これもね倒しちゃってください。ではリザードマンのブロックが終わって戻っていくと、まだゴブリンがね復活しているというか、まあ、崖上のやつらが下に降りてきてるんだと思うんですけど、まあ、何匹かいますね。多分4匹ぐらいいるので、まあ、全てメデューサの意味で倒してください。頭を狙うと効率よくね倒すことができます。これもね3000近くね入手することができますね。めちゃくちゃ美味しいです。あ、自分の獲物だったのに。そうしましたら火山島宿営地の前ぐらいにゴブリンが3体崖上にいるので、これもね倒しちゃってください。まあ、全てね弓で倒すのが効率いいですね。めちゃくちゃ美味しいです。もうめちゃくちゃ敵いますよね、ここの火山島の周りは。で、右側にハーピーがいる時いますし、リザードマンが湧いている時もあります。で、落として倒してという感じですね。ハーピーも柔らかい割には3658も経験値が入るんですね。めちゃくちゃ美味しい。はい、ではスタート地点に戻ってきました。まあ、これで椅子に座って2日で雑魚敵はリポップするそうなんですが、自分は念のため3日間座って宿屋で夜まで寝るにしてから、また旅に出るという感じを繰り返していました。最後に軽く装備の紹介です。メデューサの魔球は必須で、あとはドラゴンっていうか流結晶で交換できる装備ですね。頭についても同じです。で、胴も同じで足も同じですね。まあ、全て吹き飛ばし耐性を上げている強化となっています。リングにつきましては、経験値が上がるリングと懸命のリングですね。前回の動画でも紹介しましたが、メインポーンについてはパワーオブポーンを装備していまして、ビッシュとかをね装備しています。まあ、こちらについても吹き飛ばし耐性を上げておくのがいいと思いますね。あとは速泳のリングと瞬泳のリングをつけています。まあ、別にどちらともね瞬泳のリングでもいいと思うんですけど、まあ、自分は一応速泳のリングと瞬泳のリングにしていますね。はい、ではいかがだったでしょうか。本日は経験値稼ぎとジョブポイントについて語ってきました。以前の動画でドラゴンズドグマ2の感想を述べて、不便なところがダメだよねって話したんですが、レベルが上がるごとに不便だったところが気にならなくなりますね。正直不便とか不評の意見もわかりますし、ドラゴンズドグマ面白いっていう意見どちらともわかるブレブレであります。最終的にはレベルを上げたりとかジョブレベルを上げるぐらいしかやり込み要素がないので、まあ、できればねエンドコンテンツがあると大変嬉しかったですよね。皆さんはどう思いますでしょうか。今回の動画は以上です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ブレブレゲームスでした。